串カツと二度付け禁止と注意書きが書かれたソースの容器二度付け禁止は主に串カツを提供する飲食店で見られるルール。串カツを一度ソースにつけて食べている途中で二度目はつけてはいけないというもの。店の看板や貼り紙、ソースの容器などで注意書きが見られ衛生上の観点などから禁止されている。破ると法的に処罰を受ける可能性もある。 大阪を中心とする西日本の串カツは、小ぶりに切られた牛肉や、魚介類、野菜などの食材を揚げ、串に刺した料理を刺す。こうした串カツを提供する飲食店では客席に調味用として、ステンレス製の容器やトレーに入った薄い特製のウスターソースが置かれ、客が、明々に串カツをソースにつけ、調味して食す。その折に串カツを返して、 ソースに唾液が混じる恐れがあり、衛生上の問題から二度付け禁止のルールが誕生した。この二度付け禁止は、ほぼすべての串カツ店で共通のルールとなっており、今日では大阪の串カツの代名詞的存在となっている。また、大阪府の吉村博文知事は、二度付け屋間は大阪の文化とも述べている。なお、大半の店では、突き出しとして、 ザク切りのキャベツが無料で提供されているが、一度口をつけた串カツに追加でソースをつけたい時に、このキャベツでソースをすくって串カツにかけるという方法も存在する。二度付けが禁止される理由として、衛生面や店のこだわりによるものがある。最近では、二度付け禁止のルールに変化が見られる。2018年6月より、串カツ田中では、来店客ごとにソースを提供し、 その都度廃棄するというシステムに変更を行った。これにより二度付けは可能となったが、メニューにも書かれている通り、あくまで店側は二度付け禁止を推奨している。2020年5月16日、串カツダルマが新型コロナウイルス感染症感染防止の観点からディスペンサーでの個別ソースの提供を開始した。同年6月12日、 串カツ田中でも従来のつけるソースの提供をやめ、かけるソースディスペンサーでの提供を開始した。この方式では注文後に人数に応じてソースディスペンサーが提供され、二度掛けや三度がけが可能となった。また、希望することで従来の提供方法も受けることができ、その場合はソースディスペンサーと空き容器が渡される。飲食店においては、 店が客に対して飲食物や飲食する場所を提供するという飲食物提供契約があり、客の申し込みと店側の承諾のもと初めて契約が成立する。店側がソースの二度付け禁止というルールを明示した上で客が同意した異常法的な拘束力が生じ、明示されていない場合にも二度付け禁止という慣習が、 認められれば法的な拘束力が生じる。店側と客の間には二度付け禁止という合意がなされるため違反したら退店と明示された店に入店し破った場合にはそれまでの飲食代が損害賠償として請求されることがある。またそのようなことが明示されていない場合においてはその店のソースの継ぎ足しの有無で措置が変わる。継ぎ足しを行っている店においては 例えば二度付けすることでそのソースが使えなくなってしまい、さらに、ルールを守らない客がいて、店側もそれを容認しているという風評が立ち、客足を遠のける要因になるなど営業に支障が出ると店側が判断した場合には、退店させられる可能性が高くなる。継ぎ足しを行っていない店においては重大な契約違反とはみなされず、退店させられる可能性は低い。 なお、店側から退店を命じられたにもかかわらず、従わない場合には、不退去罪や威力業務妨害罪が成立する、可能性がある。2020年5月7日に、デイリーポータル Z ライターの堀が投稿した記事では、二度付け、しようとするカメラが感知し、蓋を自動的に閉じることで、物理的に二度付けができなくなる装置、ソニキンの開発過程が書かれた。また、 株式会社チョコレートが展開する6秒商店とホリオのコラボでも同様の機能を持つ機械二度付け防止総水れが紹介された。ありがとうございます。